く西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は新快速姫路行きです。停車駅は尼崎、芦屋、三宮、神戸、明石、西明石、加古川、終点姫路に停まります。お手洗いは一番前の車両1号車と後ろより9号車にございます。8号車と9号車の間は車内から通り抜けはできませんのでご了承ください。車掌は川西です。終点姫路までご案内いたします。次は尼崎に停まります。お出口は右側です。尼崎を出ますと芦屋に停まります。
宮を出ますと、次は三宮に停まります。ご電車が揺れますので足元にご注意ください。新快速姫路行きドアが閉まります。
市快速姫路行きです。三宮を出ますと、神戸、明石、西明石、加古川、終点姫路に停まります。新快速姫路行き、まもなく発車します。
右側です。山陽電鉄はお乗り換えです。明石を出ますと西明石に止まります。
に大久保、魚住、土山、東加古川方面、普通加古川行き、10時50分、ホームが変わりまして、6番乗り場です。新幹線ご利用のお客様、お乗り換えです。西明石を出ますと、次は加古川に停まります。電車とホームの間に段差がございます。降りの際は足元にご注意ください。まもなく西明石です。
銀河は1番乗り場に着きます。後年、曽根、姫路列車方面、普通、青越行き。同じホームの向かい側、2番乗り場です。加古川線、湯布院行き、11時16分。ホーム、変わりまして、5番乗り場です。加古川を出ますと、次は終点姫路に止まります。まもなく加古川です。
西日本をご利用くださいましてありがとうございました。その中終点姫路、終点姫路です。乗り口は右側8番乗り場に行きます。到着の際電車が揺れますので足元にご注意ください。乗り換えのご案内をいたします。同じホームの向かい側7番乗り場、普通番州阿保行きは途中の相生駅で山陽線岡山行きと連絡します。バーター線福崎行き11時22分1番乗り場、岸線大崎行き11時25分4番乗り場です。新幹線、山陽電鉄ご利用のお客様、お乗り換えです。この電車は終点姫路到着後、回送電車になります。引き続きご乗車はできませんので、皆様、お忘れ物のないようにお降りください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お待ちしてます。